坂井健太です。平子祐希です。2023年7月4日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週はですね、海外、芸能、歴史、ファッション、 CM。 さあ、CM、 歴史もいいね。歴史も久しぶりじゃないですかね。いつも通り平子さんに聞いていただいて、下の方行こうかな。下の方に、今まで上の方行ってたからな。結構上多かったっすよ。お前のやり方知ってんだぞ。逆に行きました。あ、うっすら、え、これ芸能、めっちゃいいよ、パッと読んであでもいい芸能です、これ。東京都ラジオネーム、おかえり招き猫。電池の残り具合などを表す表現に寿命という単語を定着させたのは所ジョージ。寿命って言うけど、あれは所さんの。言いそうだな。すげえ。こういう単位というか数え方は、だって所さんは、だからジュニアさんが何かの番組で話してたのが、年を取ることを、何つったっけな、年をいただく。の所さんが言ってて、ほーって思ったんだって。だから言うんだよ、こういうこと。機械系だし、やっぱりこういうのね。そうね、物にもこうね、魂が宿ってるっていうね、所さんなりの人となりが。やるな、所さんは本当に。すげえな。まあまあ本当かなって思っちゃうな。思っちゃうぐらいこれすごいわ。本当じゃないですからね、これね。あの、ご新規の方ね。あ、そっか、新規の方もね。これ全部嘘のコーナーなんで。下半期だから、ちょっと改めていろんなことインフォメーションしとかないと。ええっていうか、ツイッターとかかけつ出てきちゃうから。すごいですね。あ、じゃあね、欲しがってる歴史いきますか、平野さん。欲しがってる。ラジオネーム、大入り袋。坂本龍馬の肉声が発見されるも、思ったより声が細くて可愛いと話題に。ああ、でもそうかもね。ちっちゃかったもんね、昔の人はみんな。ね、日本の夜明けやとか。いやいや、ほんとそうなんじゃない。イメージはちょっとね、いかついなんかね。日本の夜明けはいいでしょ、西郷どんみたいな。そうそう。西郷どんも、細い可能性もあったよね。どうしたい。いや、イメージと違うわ。全然イメージと違うわ。やだな。いや、ありえるな。ありえるよね。坂本龍馬って身長どんぐらいだったんだろう。そんな大きくないよね、確か。坂井ぐらいだったら、当時から言うと巨人だよ。うん。うん。だ、転生したら無双だよ、本当に。俺が？うん。大巨人で。大巨人。なぎ倒してもらう。いや、そう、そうそう。そどっち側に、もう引く手はまだよ。こっち側ついてくださいって。日本の古き良き日本守っていきましょうか。もう開花させましょうか。うん。マジで。おにぎりある方がいいな。いや、今より、いや、違う。対比して大きいだけで、今より大きくなるじゃないの。声変わんない。あなたの声は変わんない。身長も別に変わんないしね。いや、平子さんならとんでもないんじゃない。とんでもないよ。ね、屋根を見下ろし。よー、変わってんじゃないか。声変わってんじゃんか。文明開化がやってきたぞ。どし歴史分かってねえから、ピンときてねえ。知ってる単語だけ。すげえな。はい。エヴァだと思われる。人だ。ひらえる降臨、ひらえるが降臨なさった。生きてえな、無双してえな。アルコ&ピース DC ガレージ。あー、イエス。こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。はい、さあ、ということで下半期に
はい、もう7月ですか、夏ですね、はい、しっかりと、ね、はい、まあ上半期のちょっとブーストがえぐい、えぐい、いや、えぐい、何がえぐいっつったら、はい、もう我らが平子っち、えぐすぎ。いや、これはね違うんですよ、こちら、いマジ平える現世で無双平える、降臨してるよ本当に。いやいやいや、こちら上半期テレビ出演本数ランキング19位、はいはい、221本、うんうんうん、平子祐希、はい、アルコ&ピース、はいはいはい、来ましたよ、いや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 違います、これはね違うんですよ、いやもうだってオールナイトの時とか冗談で言ってましたよ、なんかこんなこととか、まあまあまあね、こういうニュースが出るたびにランキングを見てね、うん、はい、まあ、まあマジで入っちゃうんだから19位でも、いやいや、でもその時もオールナイトやってるってことはありえるってことだから、うん、そっか、そういうことか、違くて冗談で言ってた、いやいやすごい見据えてたわけだね、いやいやいや、だから違います、これはね違うんですよ、俺冗談だと思ってたよ、俺側からのお話も聞いてもらいますよ、なんですか、あのね、これはちょっとマジックがありましてね、マジック、ええー、あの単価がね、うん、単価のマジックってのがあるんですよ、単価のマジックなんかないよ、ないはっきり言うけどない、数字に出てんだから、あるだろないないない、知ってるだろ、いやないない、マジでないですって、なんとなく、うん、わかるでしょ、1本100万、ほらそういうのさこれが芸能界ですよ皆さん、これですよ、ヤフーニュースとかでさそういうのあるじゃん、単価何いくらとか、あれ嘘らしいぜ嘘マジで、あれ嘘なの言ってたもん、いっぱい言われてる人が言ってたもんってことだから、221本と2億2100万円か、上半期で2億、これこういう話すると本当に一瞬もらってんのかなって一瞬思っちゃうからさやめて、本当の勘違いする出てくるから、まあそりゃ家も買いますし、家買って車を買い替えようとしますよ、子供が大きくなったからです、田村さんマジで謙遜はやめよう、単価の話をしましょう、俺さっき単価はなし、朝のラジオでしてきたばっかなんだ、単価の話とうとうと話してきた、単価の話はなし、嫌味になるよ、もうもはやこうなってくると実際ランキングあなたなんとなくわかるじゃん、俺がいくらぐらいもらってるかは、いやいやそんなの俺わかるじゃないですか、全然俺と平子さんでも単価が違うんだから、単価が一緒だろうないやいや違う違う絶対違う、ふざけんなよ、1本100万でもらってんだから、ラビット一緒に出てるけどあれ違うの、あれ違う、あれ違うよ、俺全然入ってないもんね、全然じゃあ事務所のミスだよ、怒った方がいいよ、もういや謙遜本当にやめてください、勘弁してください、もうやめよ、本当にだからね、僕ね朝ね、あ、うん、いい例え出たなと思ったの、うん、朝のラジオで喋ってきたさっき、うん、その上位ランカーの方々いるじゃないですか、まあ、僕以外のこの名を連ねてる方々はもうその一個一個番組でね、うん、もう強烈な右ストレート左ストレートを KO してるわけです相手を、うん、僕はねいろんなところでジャブ打ってるだけ、しかも当たってない、そのジャブの回数も一緒にこれね換算されちゃうの、それが違うんじゃないかって僕さっき喋ってきました、いやもう謙遜時代じゃないですって、大きく見せてなんぼですよ、もうめちゃくちゃ成り上がったね違う違う、それで違う違う違う、それですよ、違うんですよ、そういうことなんですって、違う、あなたは覇者だ、間違いなく覇者だ、覇者は1位の人だ俺19位だから覇者ではないのよ、フィジカルだけじゃなくて人気と財力でも覇者、財力は勘弁してください、いや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 、これ謙遜に聞こえるか、聞こえますってマジで、いやこれだから悪いタイミングが重なってね、その、うん、家もね、うん、家もじゃあ余力が出たぞ買おうじゃないんですよ、うん、土地が出た、実家の近くだ、条件があった、仕方なしに、うん、じゃあもう手出しておくかなんですよ、うん、俺奥さんと喋ったんだからね、いよいよこれ時計売らなきゃ無理なんじゃねえかってマジで時計を質に入れて、いやいや本当に一回 YouTube の番組でさ行ったことあるじゃん、時計屋さん、あそこまで、あそこ名刺俺引っ張り出したんだから知らねえやりじゃねえしなっつって、いやいやそれでもですよ、それでも隣に人気にも勝てるってこと、本当に、うん、人気ってやっぱあるところに集まるんですよ、うん、やっぱり結局、いやな、落ち込むことじゃないじゃないですか、これは。そうやって、いやそうやって勘違いされてんだろうなって、だって
19人ですよ、うん、芸能界いろんな人がいた中の19人目に入ってる。本当の覇者はもう削り始めてるじゃん、スケジュール、もう自分の時間をね満喫したいから、ある程度こんぐらい止めといてが覇者じゃん本当の。こっちはだからもう本当に細かく細かくたくさんいただいて、すいませんありがとうございますごめんなさいって言いながら19位もう本当にもう行く行くですよ本当に、はい、ごめん220分出てます本当に行く行くこんなお仕事ありますよ行くこんな仕事どうですか行くこれ若手のお仕事ですかねこれどうしますか行く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 19位いやいやいや、そりゃすごいわ。やっぱりもう平子さん言ったらもう青汁王子と稼ぎ一緒っすからね。青汁王子と一緒なんだよ。いや一緒ですよ、もうつまり平子さんはゴリラ青汁王子ですよ。ゴリ汁王子ゴリ汁王子ですよ。ヤギ汁みてえによ。ヤギ汁で一時代なしたら気持ち悪いよ。ゴリ汁はケールでもほうれん草でもないですよ。ゴリ汁、ゴリ汁でまずい、もう一杯いやこれ19って本当すごいんですよ。みちょぱと山ちゃんの一個下、うん、本当にありえないが、ありえるのが平子って。いやこれだからさ、俺以外の人たちはねラジオとかでこんな風にピックアップして言ってないからね、うん、いやここは言いましょう。やっぱり俺だと東京ホテイソンだけだよ言ってんのないだっつってお金がっつってんの。そうかな、恥ずかしいよ、うん、小さく見せるメリットなんてないよ。大きく見せて、大きく見せてなんぼですよ。うん、ボクサー、うん、ボクサー一緒よそれと。うん、メイウェザーだってやっぱり、やっぱ言葉も強いじゃないですか、やっぱりあそこまで強く見せるっていうか、うん、メイウェザーは19位じゃねえもん1位だったらまだいじられようもあるんだけどね。ラッパーだってそうじゃないですか、まあまあまあね、ボクサーラッパーみんな強く見せるし、謙遜なんて一個もしないじゃん。確かにね、うん、いやいや俺は本当にそんなに、だから19位でね、その言える言葉がこの少ないっていうか、うん、そんなに大きくも言えるあれじゃないし、結果もじゃあ結論1位とトップランカーですかって言われたらそうじゃないから、うんうん、だから俺から言えることは、うん、あの嫉妬してるやつら俺らのとこまで、まあ、来てみろって言われてそれですよそれ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 そうじゃないと勘弁してください本当に謙遜しないでよそんな。いやいや、なんかね、うん、そんなチクチク言うやつも出てくるかもしんないけど、うん、こういう目立つ世界だから、うん、雲の上上がっちゃうと、うん、みんなの目線にも入っちまうだろうから、全国各地から見える地点だから、アンカーやいのやいの初めましての方もいんのかなそれですよね、うん、まあ芸能界教えてあげますわ。うわすげえ。ごめん言葉間違えた。え俺が芸能界だから。いやすげえこんだけ高いとこ言うとこの声も届かねえかごめん今回の電波ちょっと下げ目にちょっと広めておいてそんなことできないのそんなことできないのこの間クロムハーツ行った時さ、いやいやそんなフリートークしたことないですよそんなフリートークじゃ俺の金持ちのイメージはいつまで経ってもクロムハーツなんだよ。19位は大大誤差って言われて、ああ、うんうん、すごいマジで GJO、うん、GJO って何ですか、 GJO って何ですか。ゴリ汁王子ウィッシュどれ大悟入ってきちゃったじゃん。大悟もゴリ汁王子に吸収されちゃったちょっとだからマジで本当うちの娘が成人するまでちょっと頑張ってくださいな。何を頑張る、それをお願いします本当に。19位を、次は俺もって言えよ。19位キープ、19位キープでいいですよ。無理無理無理、いやマジで本当に、俺がだって俺本当にお願いしますマジで。19位の俺、うちの娘をよろしくお願いします。本当に人生かかってんだぞ、何言ってんだよ何支えてると思ってんだよお前の嫁と娘にさ俺のこと王子って呼ばれて
てんでけでけでじゃねえんだってゴリジルさん、いや、おじるおじる下下髪の毛じゃないまたゴリジルさんでもお金借りっこアルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。明治、うわ、なんだっけこの歌、なんかわからないけど香ばしい曲だな。香ばしいといえば俺明治アーモンドチョコレート食べたくなっちゃったで、もう食べてるし、香ばしいといえば直火ローストと明治アーモンドチョコレートでしょ。インディ・ジョーンズやスター・ウォーズなどの作曲家ジョン・ウィリアムズが常任指揮者として在籍していたボストン・ポップス、20年ぶりに来日。スター・ウォーズ全シリーズの名曲や日本初公開ジョン・ウィリアムズの解説映像など豪華なプログラム。ゲストに角野隼斗、服部モネ登場。 TBS ラジオ公演ボストン・ポップス・オン・ザ・ツアー2023ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演、10月6日から8日東京国際フォーラムホール A で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報またはボストンポップス2023で検索。ファクトラーリオ、アルコ&ピース DC ガレージでもってゴリジル計量ということになる。何の話だよ導入下手かよグラデでやれよ何わかんだよというか平子さんが以前ダイエットするって話、まあ、勝手に言い出したやつですあれ。ああはいはいはい、しましたよ。1ヶ月で10キロ痩せるということで、7月の最初の収録で86キロ切っていなかったら、私酒井と作家の福ちゃんに5000円っていうのを勝手に平子さんが言い出した。カツアゲですよ。カツアゲじゃないです。全然カツアゲ状態。全然カツアゲじゃないですよ。勝手に本当に言ったんだよ平子さんが。まあでもさ2週間前に一度測ったじゃんか。はい、その時が増えてたんだね。はい、96.8 とか9とか、まあまあ97キロだよね。うん、実質2週間で何キロ落とせるかという。まあ競技に変わったというか、まあ、測るまでもないですね、これは。いやこれはお前らはえビビってんじゃねえのね、今日俺入ってきてさ、会った時さ、細って思ったの。もう俺らからしたらただお金あげたい人ですよ平子さんは。イカれた王子、イカれた王子ゴリジルで財を成した計量日が今日です、はい、まあ言ったら2週間です。最初は1ヶ月10キロという話になりましたけども、まあ、それで、体重は痩せてなかった、で2週間で何キロ痩せられるかという方向にねちょっとシフトチェンジしたわけですが、2週間で考えたら大したもんだなって思うのは何キロぐらいだと思う。2週間でこれ何キロ痩せたら大したもんだなって。でも目標は10キロですからね。これ10キロいったら大したもんですよ。それは10キロ1回置いといて、なんで個人的には違う違う、大したもんだなって思うキロ数を聞いてんの。まずはまあ、5以上ですよね。6、7、普通に考えて、まあ、5キロぐらい痩せたらまあすごいなと。だって2週間じゃないから、そもそも1ヶ月で実質10キロ実質あなたみたいに97キロに増えてたわけじゃないですか2週間。いやそこもだって平子さんはそこも痩せてなきゃいけなかったんですよ本当は。その通り、途中経過、その通り途中経過としては、そう2人の言ってることはすごく合ってるの。だからそのだから2週間そっから2週間から何キロ痩せられるかになったじゃんか。だから5キロ痩せたら、ああ大したもんだなになるわけね。5キロ以上ですね、うん、5キロじゃちょっと足んないな、うん、札は何キロ痩せてたら大したもんだなになる。一般論でね、自分の考えなんか言わなくていい。そんなマッドサイエンティスト作家の2週間だけ、言ってることなんて聞いてられない。3キロ痩せたら、あ大したもんだなと。優しいな。ほうじゃない。ほうじゃないんだよ。口数の多さはやっぱ自信のなさの表れですけど。これでも行かないと思うよ、ね。いやこれだいぶ燃焼してますからね今も。ちなみに僕はあれ以来今の今のこのダイエット口数ダイエット最後の追い込み間に合ってないじゃん。お前ら本当バカ舐めてるよ俺を。え僕はだから前回の97キロ
だった時から、はい、体重計は一切乗ってません。はいはいはい、何？福田喋っていいぞ。喋れ。聞いてやるから。お前なんだよ今日タツの落とし子のシャツなんか着てきて、お前ご機嫌にさ、お前俺に5000円もらえると思って服新調したな。服新調しても懐には入るし、この貧乏サッカーがこれだからだよな本当に。いやうーん自信はだからあるってことですか。いやでも体軽くてしゃあないのよ。何キロか知らない、知んないけど。本番前、今もなんかちょっと、うん、腹筋してました本番前。本番前え？タバコ吸ってる時。僕タバコ吸ってる時とか、うん、ちょっと最後、うん、調整してました。いやしてないね。今もめっちゃ浮かしてもう意味ないですよ今は。正直。意味ない意味ないの小さな運動が山積みになってダイエットになるわけだから。だからって言われてもさ。ちゃんと測れる、うん、これ結構割とちゃんとした、はい、築地みたいな体重計ね。マグロとか測りそうなやつ。どうしても重く見せたいわけね。いや、じゃあ正確に測りたいということで。なるほど。ちゃんとしたの。うん。酒井はどうですか。あのラジオなんかもね結構数多くやってるから数分ぐらいなら一人でできますか。ちょっと数分か 2,3 分かな。どういうこと。はい。え、どういうことですか。おしっこをしてきますよ。じゃ本当にしたくなった、したくなったから。もういいって。マジで、いやマジでしたくなったから。うん。うん、いや多分相当自信ないんだなとは思うんだよな多分。でしょ。いい、つなげつなげ。こっち見なくて。はい、はい、いやいやとりあえず行ってください。絶対無理だなあいつ。パンツ脱いでくるかも。うわ。そうだ、軽量化普通にしてくるわ。うん、絶対そうだわ。あんなずるい男いないんだから。あんなずるい男が芸能界に19番目入っちゃいけないんだから。本当は本当よくない。ずるで多分19やってると思うよ。なんかわかんないけど恐ろしい男だからね。やってくるよ、なんかやってくる。危ないよ本当に。飯は食ってた記憶あるんだけどな俺結構、まあ、学園もちろん一緒になるじゃないですか。今日食ってない、今日食ってないって。今日でなんとかしようと。来た来た来たよ。さあ平子さん自己申告制にするか。俺オンエア聞いてからにする。なんどういう文句言った。文句は言ってないって。文句は言ってないけど、うん、福田なんか言わせた。いやいやマジで何も言ってないですよマジで。これ本当にでき、ただ無理なんじゃないかなっていう話はしました。一個今ねトイレ行ったんですけど、はい、実はおしっこしてません、はい、しようとしたんですけど、はい、これなんでかっていうとおしっこして今僕パンツ一丁になるんですけど、うん、あのおしっこ跡がちょっとついてたら嫌だから結局おしっこはしてないんで。なんだそれ。これは大きなハンデですよ。じゃあ尿も換算しますよ。じゃあその尿抜きね。尿抜きなんてマイナス3キログラムよ。グラム、何グラム。え、3キロマイナス3キロね。えパンツで。パンツそれはそうだよ。え軽量見たことないの。えパンツになって測るんですか。もちろん。だって最初測った時はパンツ別に服、うん、うん、あの時の服はエアリズムだから。全身、全身エアリズム。えそうでしたっけ。そうよ、あれはだから0グラム、0グラムエアパンツ。え、ね、やめる。やっぱこうなんだよ。なんかさ飽きてきたな。こっちが言うやつですよ、うん、言うとしたら。くだり長えな。こないだ変な親父が電車にいてさ。変な親父の電車にいた話いいって。いいよ、うん、もうこっちはずっと何でもいいんだから本当。何でもいいよな。何でもいいんだよ。それ付き合わせるのがまたおかしい話でさ。でもやるって言ったしさ、先週ね、うん、ゲルマン民族ここにありっていう魂を感じたエピソードが。ちょっと聞こうか。ちょっと聞こうか。そのドイツ人の話。面白そうだなその話は。行きますか。乗りますか。じゃあ僕がじゃあまあ97だったとして、はい、もしも92キロに
になって成功した場合、その驚異の2週間5キロダイエット成功した場合ですよ。いや、はい、まあまあ本当は10キロですけどね、1ヶ月10キロで行きますか、固めに行きますか。遊びのない芸人、遊びのない放送作家ね、余力のない、いや自由のない、カチカチの公務員芸人ね、遊びがないですよ本当に。どうしますか。何ですか。何が。いやだから86キロですよ、うん、間違いないでしょう、ね、うん、86キロ切ってなかったら5,000円、91キロ切ってなかったら買い目96ね、何に変わんの。お前さ絶対ゴリ汁王子じゃんかよ。これゴリ汁王子になるの。19位まで来たのに19位になって急にゴリ汁王子下半期17位ぐらいになるわ俺。ちょっとそれでこれでいろんな番組一回話聞かせてって行きましょう。行きますか。はい、はい、うん、こちらに用意されております。はい、はい、90。あ、時計はつけてましたよね。え、時計今外しました。細かっ。いやそれはそうっすよ、うん、必死かよ。いや時計はつけてもうちゃんと正確にやんないと、うん、だいだい。いや正確にはだから前回が正確じゃなかったんだよね。うわすごい、これちゃんとしたやつはマジで。でもさ明治さんいらっしゃるからあんま体重とか抜いたりとかはあれか。いや大丈夫ですよね明治さん、全然ダメでしょ。あ、OK です、丸出てます。大きな罰を。いやいや大きな丸、綺麗な方、うん、そう大丈夫ですよ全然。何が。え、なんで。いやお前らガチで分かった、おふざけここまででいいわ。はいはいはい、ごめんちょっと引き伸ばしてたわ。なるほど、マジでガリガリで引くぜ脱いだら。いやいや大丈夫、そのまんま乗って大丈夫ですよ全然。いやいいよ一回 見ろや。え、うるさいね。脱ぐの。いやいや脱ぐよ、それはあのガチの軽量にしたいから、なんか遊びにしたくない。ちっちゃい靴下、靴下ちっちゃい靴下靴下もしっかり、ちっちゃい靴下。最初の軽量そんなんじゃなかったっすよだって全然。いやあのねマジでガリガリだから、はあ、で俺が92キロ以下だったらどうする、逆に。え、俺はもちろん92ってどっから来てるんですか、そのそもそも。じゃあ俺がじゃあその何86キロ切ってたら君らは何してくれるわけ、君たちはどう生きる。いやそもそもだって僕ら何も言ってないですし、うん、うん、何も言えないよな。はい、86キロ言っても5000円くれるとだけしか、平子さんがルールを制定したわけだから、うん、それ聞いてないですよ。ゆっくりの片方にだけ乗っかるか、片方にだけというか、はい、うん、福田は作家はどう出る。いや一応別にね、うんうん、じゃあガリガリご開帳するわ。まあ一旦今上を脱ぐってことですね。ああ一回予測してくれマジでガリガリ、うん、マジだから、はい、いやちょっとほらあれって思ったな。いや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 、ビビり始めたな。福田口数減ったな。ずっとそれずっと一緒にやってきて、ま、マジで一回見て喋ってない、マジで見てどう、パッと見マジで、あのマジで大きいっすよとかの流れいいわ。いやいや、はい、本当に、うんうん、いやいやもう5000確定だったんじゃマジでします。そうだ、うん、マジでマジで。よし、じゃあ2週間前97キロでした。はい、はい、それが今果たして何キロになったのか。指輪まで外して本当に脱いでやるんですねそれ。もちろんさあ、あ、そうね、ズルズル、ああいいね、ズルズル、え待って、今ほんとにゼロね、ちゃんとゼロね、はいはいはい、ズルズルか、それでは乗らせていただきます。はい、ズルズルってなんだ、やりようねえだろ周り使うものもねえし。さあ乗りました、完全に乗りました。86キロ切っているのか、オープン。 92.95 ということで、はい、5000獲得。完全に92、ほぼ93。酒井さん今なんて言いました。はい、今なんて言いました。92。その前、え、拍手しながら5000確定。警察呼んで。なんでなんでですか。
え？それは来た警察も言うし。なんで警察に言わせに来るんですか。本当。これは。さはい。でも92だったな。92だったじゃないんですよ。ちょっと一旦フル装備で乗ってみてくださいよ。フル装備で時計もロレックスも。なんなの。いや変わんないよ。こんな今日も変わる服。変わんない変わんない。はい。今フル装備だと 93.7 結構あったな。装備装備結構あったな。でもこの2週間で、まあ、5弱いや全然5じゃないですよ。マジで5で 3.2キロ。 3.2キロ。行く行く。普通に行く。俺ねこの2週間マジでマジでお野菜中心の生活してる。本当に。でもお仕事あるからラジオとかもあるし、うん、これ別に明治さんいるから言うわけじゃないけど、うん、もう本当にチョコレートをかじりながら、うん、チョコレートって意外といいんだよ、はいはいはい、そういう時、うん、なんかあれだな、人笑ってばっかのラジオになったな。その中で、はい、お前高校生のゲームの大会とか MC やってんじゃん俺ら。いや失敗しましたけど、うん、っていうなんかフォロコメいやみたいのはないとあんま見栄え良くない。いやまだ例えば8キロとか9キロとかだったら、うん、いやまあ頑張りましたね。2週間でね、2週間で実質。まあ本来1ヶ月だったんで揚げ物一切口にしてません。で45歳の年、代謝も落ちてます、うん、でね、あのスケジュール一緒にお仕事してたけども、ね、運動するようなちょっと時間もなくて、はい、その中でのこの、6キロだっけは大したもんだ。6キロもやってないですよ。3だ、努力の影は絶対見えるじゃないですか。いやいや全然見えてないですよ。5000円。これはもう5000円です、ね、これ賭博なんない。マジであれやばいな。ちょっとなるか。そうだ、かけごとになっちゃった。かけてないよ。いや、キラコさんがどっちかみたいな。俺らが別にかけてるわけじゃないから。ベッドしたじゃん。いやベッドしてないですよ俺ら。ベッドはしてないんですよ。勝手に言い出しただけなんで、うん、しゃー。さあじゃあ何ですかそのビニール袋は。俺2週間ぶりの揚げ物だから、さっき揚げ鶏買ってきたんだよ上の成分で。あ、この後食べようってことですか、計量の後、うん、やった今財布を出してくれています。嬉しいな。でかいよでかい、これの5はでかいよ。1,2,3,4,5。はい、間違いなく、うん、すいません、これはもうしょうがないですよね、こればっかりは。本当にありがとうございます、すいません。受け取った途端に何か問題あるかもしれないからな。いや大丈夫です、それは僕ら絶対大丈夫です。僕ら何にも言ってないんで、ただ単純に平子さんがルールを制定してそのルールに従って僕らもらってるだけ。民事の駒が一回あれについては一応聞く、俺は。俺はそういうことを言う。ビッグダディみたいな。よし、ゴーゴー、間違いなく。すいません、これは完全にいただきました。まあまあこういうね、はい、遊びの企画って、まあ企画終わればみたいなところもちょっと、まあ、やらせじゃないけど、はい、さっきの、ああ、はい、さっきのみたいな、ね、終わってからみたいな流れもね、うん、あるとは。完全にあるということです。見つけのエスパスいきます、これで。出撃。出撃はやべえな。出撃はやべえな。3万出たら返してくるんだよ。鬼レンチャン。一旦曲いきましょう。ゆとり世代でギュッとして。
っとしてじっとしてキュンとさせて私を安心させてよこのままずっと離さないでどこで何してるの記録がつかないとご機嫌斜めでごめんねあなたの全てを知りたいの好きと言われたっていつも疑うけど言ってくれなきゃいじけちゃう本当にいつもごめんね慣れてしまったりぶつかり合っても目移りしないでずっと危ない時は二人であったあの日を思い出してお願いお聴きいただいたのはゆとり世代でギュッとしてでした、はい、曲中返さなかったないやもうこれはもうでももらった音なんでじゃあ大丈夫すいませんありがとうございました申し訳ないな早いなどっちも早いもう風ってなんだろほらしまえ早くしまえしまえどうすりゃいいんですかこれマジでこの光線返したりこっちもらったりとかな、うん、別に困ってないし、うん、別にいいっちゃいいし、うん、なんかそんな感じ渡されたらなんか、うん、打つ台だけ指定していいちななんすかえいろいろ今ありますよだってそうねうまいくって言ってもありますねえうまあーおんまちゃんねおんまちゃんあるよおんまちゃんね、うん、おんまちゃんあんじゃないおんまちゃんの、うん、ねえ艶具合見てもらって一発ドン一発、うんうん、そうね二頭ね二頭、うんうん、それぞれ好きな馬を一頭ずつ選んできたまえ86キロ目指したから8と6とかあー、うん、いいね86いいね、うん、いいとこだね次なんか何のレースか分かんないけど、うんうん、1と9 19位のああなるほどねおうんいいねぶち込んでみるか行ってみるおうんで、うん、それぞれ3以上当たったら合格してくれ、うんうん、投げていいから投でもなんかそうだね普通に買い物したりするの使い方はちょっと違うかなって感じはしますよね。だからね、うん、気持ちよくないし、なんか、だったらまだあれですけど。いや、まあまあ、いや、でもまあまあ、いや、うまい海鮮丼とか食べてほしいよ。いやいやいや、それはなんかね、違う。じゃあ、ぶち込んでくるか。おんまさん。おんまちゃん、おんまちゃん、ボートちゃん、自転車ちゃん。ちょっと本気で考えてみようかなでもそれ俺いつもなんか、うんうんうん、なん適当に買ったりすることあるけど、うんうんうん、ちょっとね、うん、いやでも俺の努力も乗ってるし実際あなたでも本当に今4キロ言って4キロね2週間で言って4キロですよ 3.2 キロですよいやいやいや服は別としてさ、うんうん、いやでもあお願い本当にちょっとだけネギだってそれなりに辛い思い 3.2 だってそれなりに辛い思いしないとセルフだから全部ねぎらうも何もないんですよねこれ。いやでも2週間で 3.2 はすごいっすよっていうのは改めて言ってよ、うん、どうにかなっちゃう2週間で 3.2 はあいやだからそれなりにしんどい思いしないと無理だよ運動もできず。そこまでじゃないです痩せてないのと一緒ですほぼ
3.2 キロはだって体型的にはやっぱり脱いだ時も正直そんな変わってなかったです、うん、ハッシュタグ酒井ちゃんちょっとひどい呼びかけないでください。そんな何もしてないのともうほぼ一緒ですよこれは。サラダばっかりお野菜ばっかり食べてきたのにな。うん、いやいいじゃん、いいじゃないですか、健康にはいいわけ。体は軽いよ、はい、こっからでもね、あのお前らとのこのバカ騒ぎが終わっただけで俺の挑戦はまだまだやめないよ。まあまあ、うん、それはもう自由です。くだらないね。いやもう自由、くだらない祭りに付き合わされたわ。俺らが別に祭ってるわけじゃないから、うん、主催者じゃないからそれ何とも言えないですけど、人が19位に入ったと思ったらな、このざまよ、金くれ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 言ってないよそんな。お腹が本当に空いてます僕は今日も全部抜いてます。もうおにぎり1個、朝のラジオ前におにぎり1個いただきましたよ、はいはいはい、うん、チキン食べてください。本当にいい、ごめんガチでいい。 3.2 キロですよ別に。チキン食ったとて別にあのね、別にいいっすけどね。高倉健さんの名場面ね、いや、はいはいはい、数年ぶりにね、はい、飲むビールと同じですよ、はい、いやいや全然違うよ。揚げ鶏、うわマジで、あ2週間ぶりの揚げ物全然違うけどな。いただきます。 3.2 キロしか、高倉健さんみたいになってるけど頬張りついてるけどうまい。どう見りゃいいんだろうなこれ。どう聞きゃいいんだろうリスナー。ちょっとこうなんか頑張った感じもしない。うん、そうなんだよね。頑張ってない人が。そう。ただ揚げ鶏食ってるだけですよ。いやうまいのわかるしっていう。デブが食ってるよっていうただむさぼりついてるだけの。この揚げ鶏は高くついたな。で、お、出ました、ケンさん。全然出てない。全然なんかね、こっちが気持ち悪い感じになる。なんやん、ちゃんと払ったろ。ちょっとなかったことにしましょうか。なんか変です。すっごい変だわ。なんか変。ごめんなさい、これお金、チャレンジもな、はい、チャレンジももう本当ごめんなさい、うん、ただ本当揚げ鶏食っただけにゴールそこにしましょう。もうね、急に曲終わって俺がその前も飛ばしてうまい消そうだからアーカイブとか全部もう、うん、化け物、ね、本当の化け物って消してただ揚げ鶏じゃん、揚げ鶏から嫌えるなあれアルコンピース DC ガレージ明治。長く愛されている美味しさの秘密、明治クオリティのアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート、特にこの直火ローストでカリッと香ばしいアーモンドが最高。ああもう食べたい。ラジオとチョコレートは明治。 TBS ラジオ公演、大和ハウスプレゼンツミュージカル生きる、主演市村正親、加賀武史のダブルキャスト、黒澤明の名作を宮本亞門が演出、9月7日から新国立劇場中劇場で上演。宮本亞門です。ミュージカル生きる再演します。僕にとってこの作品はまさに自分自身の思い、いろんな経験を全て入れ込んで皆さんに生きることの素晴らしさを伝えたと思ってます。劇場でお待ちしております。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。冷たそう。よしよし行くぞ。よしよし俺も行こう。よいしょ。冷てぇ。アルコ&ピース DC ガレージ、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。ちょっとチョコも食っていい？
これ開けていいやつ、これ開けてダメなやつ、これいや特別なやつなんですよ今説明して、うん、説明もしてないんで手元に一応あるんですけど、食っていいやつこれ、 DC ガレージのマークとこれあるんですよ説明、これ食っていいやつ嫌えるだよもう止まんねえじゃんいいの、いや食べてくださいよ、いい、いや俺マジで糖分になって久々ね、うん、3つ食いしちゃおうかな、3つ食いはこれ、うん、これうわこれってこれ、いや明治さん美味しいな脳汁やばうん、おいしいね効きますかやっぱり、うん、糖分が効くね回るねいや景気が良くなったところで参りましょう、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう、直火ローストのコーナー、明治アーモンドチョコレートは誕生60年、そして今週7月7日金曜日には誕生61周年、ちょっと早いけどおめでとう、やったおめでとうございます、いやめでたいですね、はい、この明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい、この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしいマニアでございます、ということでこのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています、ということはですよ、このコーナーが始まって、うん、本日の放送で1周年を迎えました、すごいねこのコーナーが1年も続く、ね、香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらうコーナーが1年も続くんすか、うん、これ明治さんに伺いたいのは、うん、これどういうコーナーなんですかマジでなんで許容してくれるんですか、ね、事前に見た、うん、あんま打ち合わせとかしてない、え、おもろいん このコーナーのみならずね、うん、ラジレートという曲の垣根を越えたイベントも、ね、楽しかったね、やっていただいて、うん、ね、本当だわ、ありがたいことに変態スポンサーですよ、本当ですよね、変態スポンサーに生かされた番組ありがたいですね、いやそうですよ、ね、1年続いたのもこれからも続けていけるのもこの香ばしマニアリスナーの皆さん、 そうですね、そして変態スポンサーの皆様のおかげでございます、ありがとうございます、本当に素晴らしいですよ、うん、香ばしマニアリスナ ー何これ1年後に言うことじゃねえけど、これ何いるわけですよ、やっぱ香ばしマニアたちがたくさん、どっちも変態ですからね結局どっちも変態これ聞いて喜んでんだから外ですごいわ、うん、さあね、ということでさあ先ほどもお話ちらっとね、はい、出ましたけど、これでここで来るんですか、なんと今週から DC ガレージオリジナルスリーブ入りの明治アーモンドチョコレート、こちらがね今目の前にございまして、めちゃくちゃすごい、これすごいねマジで、後ろもすげえでっかい、本当だ、あ横もそのカラーになってんじゃん、あ本当だ、すごくないこれ、うわ DC ガレージ、これをなんとプレゼントということで、うん、素晴らしいですね、すげえ、これがまあそのね、プレゼント対象の方なんですが、毎週読まれた香ばしの中から、香ばしの中から毎週読まれた香ばしの中から1名様になんと15箱プレゼントするという、ありがとうございます、これ本当に当初もうちょっとね少ない予定だったらしいですよ、そしたら明治さんが、うん、ちょっとお話いいですかとね、15箱にしませんか、いやー素晴らしい本当に、なんなんいいじゃん5とかでマジ変態ですね、だからお願い15箱送らせて同じ平野さん同じこの5000円と5000円もらって俺痩せなかったから5000円もらって
本間さん行って変態全員変態でやってるんです。じゃあ参りましょうか。1名こんなからね、毎週選びますから。はい、うん、参りましょう。ラジオネームブラックドラゴンズ、うん、騙されたと思って一回見てみ、絶対2軍の試合の方が面白いから。つぶってんな、ぶりやがってよ。なわけねえからね。絶対だな、絶対なわけねえから ね、たまに何かのタイミングで満員になることあるからね。あるある、なんか誰か見たあるけどね、うん、絶対一軍の方が面白いよ。だから一軍なんだよ。続きまして、青森県ラジオネーム終電まんじ、ここのバイトで髪型が自由になったまでの歴史を教えようか。どうせおめえが関わってんだろう。なんか言ったんだろう。続きまして、ラジオネームミュータントギャートルズ、ひろゆきにコメント読んでもらうコツ教えてあげようか。コメントしてんだこいつ。読んでもらったと思ったんだ。中野区ラジオネームすごい犬、だから俺が粗品さんにも緑さんにも認知されてる話はもういいから。同じやつだ、これ。同じやつ、同じやつ、さっきといろんなとこにコメントしてるコメント。粗品と呂布。まあ今そうか、そうだね、そうだね。続きまして、ラジオネーム終電まんじ、俺のハンバーガーの食い方汚くて引くだろ、昔からこう。やめろやじゃん。香ばしいかこれ。どうなんだこれ、気持ちいいな、でも、うん、これ鼻のケージみたいな。鼻のケージではないけどね。かぶいてるね。続きまして、広島県ラジオネーム小倉ツイスト、僕噛んだ人間から服どこで買ったか聞かれるゾンビよ。そんな余裕ねえだろ。ねえ、服どこで買ったの言えねえよそんな。大抵こういう時意外とユニクロだったりする。続きまして、ラジオネームガイルガーゴイル、はじめまして、キツネ目と豚鼻がチャームポイントの猫背のヤギです、みんなからはゴリラって呼ばれてます。どんなヤギなの。ちょっともう一回。はじめまして、キツネ目と豚鼻がチャームポイントの猫背のヤギです、うんうん、みんなからはゴリラって呼ばれる。どういうぬえみたいなこと。妖怪だよな。怖いな。さあ、ということで、うん、以上でございます、はい、今週どうでした。1位、いやー、どれかな。あもう一発目の、うん、はい、二軍の試合面白かったよかったんじゃないですか。いや、いいですね、うん、そうしましょうか、はい、ラジオネームブラックドラゴンズに決定いたしました、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということで、引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。そして、このコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットに期間限定で発売中のアーモンド塩ミルクを追加した6種の詰め合わせでございます。はい、これ、割と1位に選ばれやすいのは、うん、
多分今日の流れ見てですけど、うん、多分基本系のやつだと思います、うん、あの変化系っていうよりは、ね、うん、面白いけど、面白いけどゾンビとかも面白いし、そこはちゃんとザ・セカンドの決勝の選び方ですよ。マシンガンズ笑ったけど、ね、ギャラップの漫才すごい。よろしくお願いします。お願いします。引き続き香ばしい直火ローストメールお待ちしております。明治、やっぱ明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしいな。おいおい、明治のナッツチョコはアーモンドチョコレートだけじゃないんだぞ。なんで急に。マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスターチオ、明治のナッツチョコを全部食べたことがないなんて香ばしい話だよ。なんかお前のキャラも香ばしくなってないかい。アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田雅人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そう、あなたにアルコ&ピース DC ガレージ。さあということでアルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですがそろそろお別れの時間です。はい、はい、うん、ということで、まあ、一応ダイエット企画失敗ということで我々5000円いただきましたけど、うん、はい、もうこれは完全に、うん、おんまさんかなんかに突っ込みます、ね、いや、おんまさんぶっ込んでください、はい、平和島でも構いませんけどね、ボートちゃんでも構わないし、ボートちゃんでもいいし。ちょっとやってみよう、ね、おん、ちょっと一点買いみたいな夢をさ叶えてほしいわ、ね、やったことないでしょ。あります、そういうの。ちゃんとちゃんとないね、ね、ドスンと、うん、ちゃんと考えては自分の誕生日でもいい、お母さんの誕生日なんかもいいんじゃない。おー、大きくさドーンと遊んどいでよ、うん、本当はカルディで合流したかったんですけどね。マジでサルサソース選んでたのにな、うん、俺おんまちゃん当てたらさ、そのカルディの合流だってもう5倍6倍になっていくわけよ。全部変えちゃうよ。そうか、うん、ちょっとじゃあそれやろう、うん、まあ自由だから、うん、使い方はそうだよね、うん、うん、ただ飯とか本当に使いたくないんだよこれ、物とかには絶対、うんうん、そういう気分よくなんでだよ。なんで気分よくないって、くしゃくしゃにされて渡されるぐらいだったらそれはやっぱり、うん、俺失敗してんだぞこっちは。いやそんな胸張って言うことじゃないんですよ。ねぎらいもなくないのよそれが、絶対ないんだってそんなの。でもどんだけバカにしてもないやいの会の言うないよ、こういう芸人のラジオだから、うん、せめて最後一言に、でもお疲れ様でした、あ、ね、なるほど、うん、いや素晴らしいチャレンジでした、うんうん、その背中見ていつも僕も元気もらってます。いや、それ言い過ぎ、坂井さん待ってください、僕もですよ、うん、ね、2人からのねぎらいの言葉があってしかるべきだなとは俺は思うんだよね、うんうん、じゃ あのシェアポイントで言いますんで、それを、あ、楽しみです。さあ TBS ラジオでお聞きの方、はい、この後1時から爆笑問題カーボーイです、はい、ここまでの相手アルカンドピースの酒井健太と平子由紀でした。